10月の27日、一人土なりのロックオンミュージック第46回目でございます。10月、11月、12月と沖縄県内いろんな音楽系のイベントがありますのでね、今日はそんないろんな情報もどんどん紹介していきたいと思っております。それではどうぞ。一人土なりのロックオンミュージック。一人土なりのロックオンミュージック。この番組は毎回ゲストを招いて音楽の話題を中心にお届けする音楽情報番組です。今夜は沖縄インディーズラボ最終回スペシャル、ハイナ所長が久しぶりにスタジオに来てますので、質問やメッセージなどなど待っております。メールアドレスは数字で797アットマーク fmgino1.com まで送ってください。また FM ギノワンではユーストリームやツイキャスで映像と音声をネット配信しています。リッスンラジオというアプリをインストールすればインターネットを経由して全国どこでもラジオ番組として楽しめます。どちらも FM ギノワンのホームページからアクセスできますのでよろしくお願いします。はい、早速なんですけど、今週金曜日、もう明日ですね、10月28日、宜野湾市にある沖縄コンベンションセンター劇場等にて、沖縄ラティーナ in ウチナンチュ大会というのがありましてですね、ウチナンチュ大会の、イベントに絡んだ、今回沖縄ラティーナという、いつもは、ラテン音楽を中心にしたライブ演奏するイベントなんですけれども、いろんなアーティストが出て、でそれに今回は第1部に音楽劇がついてまして、ディアマンテスのアルベルト・シロマさんと島袋宏之さんが劇をすると、役者アルベルト・シロマがなんと明日沖縄コンベンションセンター劇場等で見れるということで、でさっきアルベルトさんに電話したんですけど、今日は多分夜はねずっとそのリハーサルをしていて、でなんか電話取ったらいつも元気なんですよ。あ、大地元気みたいな、そんなアルベルトさんが、あ、もしもしみたいな、ちょっとトーンが低い、もう相当こう役者という新しいジャンルで今アルベルトさん、明日本番に控え、かなりもうなんか集中力マシマシな感じで、でなんかラジオで宣伝するんで一言ありますかって言ったら、この劇の内容ちょっと教えてくれたんですけど、実際にこのどこでしたっけ、キューバか、そうキューバへ移民したこのウミンチュの人の実在した人を元に、フィクションでちょっと劇を作ってるみたいなんですけれども、その主人公をこの島袋くんが演じて、でアルベルトさんももう準主役級の立ち位置で明日劇をすると。でもちろん音楽劇ということなので、芝居の中で曲が入ってきたりとか、そういった感じの内容になっているということで、もうかなりも気合い入っているので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てくださいとのことでした。はい、そういうところで明日はコンベンションセンターで素晴らしいイベントありますので、沖縄ラティーナ、もうファミリーマートで今日の夜12時ちょい前まで多分販売してますのでね、これ前売り券ぜひぜひ皆さんファミリーマートに走ってくださいよ、よろしくお願いします。では今日の1曲目はディアマンテスの曲かけたいと思います。2010年に発売した2枚組のベストアルバムヒストリアの中から聞いてください。ディアマンテスで片手に三振を。
セリフ覚えるの大変だよって言ってた。この練習、この芝居のリハが始まった時、アルベルトさん。そうですよね。歌詞は覚えられるけど、役者ってすごいなって。そうか、そうですよね。一日限りなんですね。うん、そうそう。そこもさ、普通お芝居ってね。1週間、2週間、当たり前ですよね。で、こうなんか、あげてくるじゃん。メッセージ来てたんですよ。ちょっと歌ってきますよ。偉い。これ、そう、放送に載ってますもんね。メールは、あ、こっちでは確認できない。メッセージなんかな、多分ここにいいんじゃないですか。カーテン開けてると外から丸見えっすよ。丸見えっすっていうのはノッチさんって方。この辺にいるんですかね。うん、お、あ、いいですね。入りましょう。あ、いいですね。読みましょう。ラジオネームがないな。でも俺これのおかげでずっと黒沢さんとしかこう因数分解みたいなのやってなかったんですよ、うん、どうすごかったかみたいな、うん、でそれ鍛えられて、うん、でこれはいいスキルだなと。カレーにも適応したんです、うん、カレーのうまさを褒めるときに、うん、バンドっぽく言ったりとか。どういうこと。これがモロハのアフロっていうのがいるんですけど、うん、一緒にカレー食べ行って、うん、アフロが東京で一番うまいです。で、水を使わないカレーって全部野菜とか果物の水分だけで、うん、本当美味しかったんですけど、どうだったって振られて、このカレーはめっちゃかっこいい演奏始まって、いざ始まるっていう時にボーカルが歌い始めるんですよ、うん、要はカレー食ってうまじゃないですよ。食べ終わってちょっとしてからすごい野菜の甘みが来るんですよ、うん、だから綺麗な女性の声が聞こえて、あれと思ったらボーカルがドラムだ。そう、握手すげえ。一緒になんかメジャーデビューしたてのシンガーソングライターの女の子も握手してすごい的確で的確。新しいね。新しい。カレーだったら、ボーカルが女だ。ボーカルがドラムで、しかも女性だ。空間日和やし。男はこうやってやるんですけど、歌わないんですよ。後ろからファーって。歌うと思いきや。歌うと思いきや。ノラ・ジョーンズがドラムみたいな。ノラ・ジョーンズがドラム。アルベルトさんって本当にいい曲いっぱい書いてるよね。すごいっすよね。この辺すごいと思う、本当にみんな。あとライブのリズムがやっぱり超楽しくて、あー、ね、CM ソングとか多いから歌聞くんですけど、ライブブレイク超ハードだし、はぁーみんなすごいよ。ビギンさんのモンパチもそうだけど、そうですね、いい曲どんだけ書くの。どうなってるのか全然。まさに沖縄戻ってきてハイウェーブから流通みたいななんかなった時にセバダが出たじゃない、うん、誰もが口ずさめるセバダセバダ、うんうん、俺あれ聞いた時にもうなんかショックで、やっぱすごい本物だなと思って。今まで散々ないい曲を沖縄宮本が、ね、あんだけ書いてきてまだ出るのみたいな。桑田佳祐みたいな。そうそう、恐ろしい人ですね。いつも元気だし、超チアフレですよね。そうそう、9分になるんですけど、どうします。はい、じゃあ曲紹介して。はい、お届けした曲はディアマンテスで片手に三振王でした。明日はコンベンションセンター、皆さん行きましょう。
イウェーブってウェブ担当の人一人しかいないわけ。えハイウェーブってつまりウェブ担当つまりテレビの CM とかこういうポッチラシとかあとまあモンパチ系のまあまあメグレードとかジャケットとかジャケットは違う人だ全部一人やってるスーパーパソコンをいじってる人が一人しかいないそうそう怖いどうしようこれそのまんまジングル終わった後にインディーズラブのジングル続けて入る10秒前です、はい、3、2、そうですね。一人土なりのロックオンミュージック。沖縄インディーズラボ。はい、沖縄インディーズラボは最終回スペシャルということで、ハイナ所長来ております。お久しぶりです。スタジオ久々です。沖縄インディーズラボ、まあ研究所の所長ハイナです。はい、ずっと東京から半年行ってましたね。ね、音声データでありがとうございます。はい、ちょっと沖縄のインディーズ事情なかなか月2回ぐらいは帰ってきてたんですけど、うん、ちょっとGシェルターのイベントを担当することが多かったので、うんうん、ここ最近の状況みたいなのがそんなキャッチできてなかったかなと思ったんですけど、うん、東京でめちゃめちゃいっぱい行きましたね。うん、ライブとか音楽イベント。あとオットランドのなんだっけトークショー、あ、やりました。9月に、ね、はい、オットランドにも遊びに来た台湾人チーム、台湾でいろいろコミュニティやったりとかバンドやったり面白い連中がいるんですけど、うん、彼らをはじめとした東アジアの、まあ、間抜けって言い方をしてるんですけど、うんうん、大バカな DIY の連中を、うん、200人近く呼んで、うん、東京で1週間にわたって30回イベントやるっていう無謀なノーリミット東京っていう企画がありましてもう怖いね。すごいですよ。で、海外から来た人はある店に行くと1日1回飯を食べていいっていう。みんなお金ないから、うん、どうにか交通費は自分で出したにせよ、うん、東京着いたところでお金がないから、うん、そこに行くと1回ご飯食べられると。着替えて2回来るやつとかいたそうなんですけど、バレないと思って、いいですよね、バレてるのがいいね。そうそうそう。で、高円寺駅前でいつもこう宴会やるんですけど、うん、路上飲みってようなコンビニの前でちょっと飲んでる感じとかあるじゃないですか、うん、あれの日じゃなくて、うん、カセットコンロ持ってきて駅前で焼肉してたりとかで、オットランドの沖縄チーム小座周辺の人たちはそこ乗り込んで一緒に騒いだりとかこれね、東京で見た人ぜひなんか書き込みとかしてほしいです ね。 そうですね、自分の目で見たらこんなでしたよみたいな、うん、はい、また終わります。だからそのイベントの一環でオットランドのトークショー3時間ぐらいですかね、うん、で半分台湾人が来てたんで、うん、そのオットランドに来てくれた台湾人が、うん、要はオットランドどうやってやったかの報告会だったんですよ、うんうん、で、できるだけ詳しく説明するっていう会だったので、うん、台湾人ぜひ知りたいって言って来るんですけど、うん、通じないんですよ。まあ日本語でしか喋れんもんね。したら幸い通訳できる方がいて、うん、でもう半分通訳しながらすごい台湾人 iPhone でめっちゃメモ取って、よしこれで来年オットランド台湾でできるって言ってましたよ。かっこいいね。本当かなみたいな本当か、こんなだらしない人たちがまあ僕らが言うのもあれですけど、オットランドもだらしない連中であそこまで行けるっていう企画だったんでとかなんで、まあまあとかもありつつ、うんうん、で沖縄のまあバンドとか、うん、このコーナーでも紹介した、うん、火の打ち所ウクダダイの方が内地でライブをする時のバック DJ でサポートしたりとか、うんうん、まあ、その辺でいろいろやってました。で、数数えたんですけど、音楽関連イベント、ライブハウスとかじゃない関連イベント5回行って、クラブ4回行って、うん、フェス2回行って、うん、ライブハウス22回行って、うん、でタイプオップチャンスは3回ですね。うちもう行ってるね、だいぶ行ってるね、はい、かなり行けましたね。やっぱり平日でももう全然構うもんかと、バンバンイベントありますし。そうね、そうだよね。なんかバンドマンやっぱり土日のライブで力入れるみたいなんで、うんうん、平日やると友達のバンドマン来てくれやすいらしいんですよ、うんうん、ライブさえ被んなければ、うん、バイトのシフトどうにかして、うん、だから、平日ワンマンをやるみたいなことも結構定着して。なるほど。逆に週末だといろんなイベントが被るから。そうです、そうです。特にバンドマンとのつながりが強いバンドに関しては、うん、もう平日にワンマンやって、うん、もういろんなバンドの人たち呼んで成果を見てもらうみたいな、うん、多かったですね、はい、はい。
でちょっと東京滞在と今日はあのインディーズラボ最終回ということで、うん、まあ、沖縄のインディーミュージックの研究として、成果を発表してたんですけど、うん、せっかく東京半年行ったんで、うん、その対比で結構面白かった部分みたいなのを中心にお話しできればなと、うん、はい、はい、思っております。で大きく分けて3つですね、ちょっと先に言いますね、この3つ、うん、音楽が友達作るには一番手っ取り早い手段ということが分かりました。あ、なるほど、はい、うん、で次やこれはやる方なんですけど、うん、で次に、場所を共有することについて、沖縄東京の、まあ、僕が見た範囲での温度感の違いですね、うん、ライブハウスクラブだったりとか、うん、この音楽が鳴ってる場所をどう共有するかっていうのについての違いで、うん、結構大きな研究成果が、うん、ちょっと結論が出たので、うん、この辺お話しできればと思います、うん、で一つ、コミュニティ同士の衝突は面白いことが起きやすい。お、衝突も、はい、あったんだね。衝突ですね。いや必ずしもこう喧嘩じゃないんですけど、うん、こうコミュニティとコミュニティがぶつかった瞬間に何かあることが大きい、うん、化学反応ってやつですね。化学反応ってやつですね。それやっぱ個人よりコミュニティの方が、うん、あのいいことが起きやすいんじゃないかというのがこの半年の、まあ、気になったところでありました、はい、で早速1個目ですね。音楽が友達作るのは一番手っ取り早い、うん、これあの人質しなりさんも自分で音楽やってて分かると思うんですけど、うん、僕も、まあ、あちこち遊びに行きましたと、うん、で例えば、オットランドで知り合った人だったりとか、うん、G シェルターでの知り合いだったりとか行くんですけど、うん、やっぱりただお客さんで行っても、うん、パッて仲良くはなかなかならない。そうだね、そうかですよ、うんうん、ただ3回タイポップチャンスがあって、うん、まあ、僕 DJ はタイポップだけでやるっていう縛りを勝手に設けて、うん、それからかなり調子良くなったんですけど、うん、でDJ をやるとめちゃめちゃ仲良くなれるんですよ。つまりそれは単に僕がステージに上がってキャーとかカーとかじゃなくて、うん、僕はこういうのが好きですっていうのを1時間ぐらいかけてガーッとやると、うんうん、僕がどういうことを思っていてどういう表情でどういう踊り方をするのかっていうので、うん、会話とかよりももっとオープンな形で、うん、人とつながれますというのがありました。で実は自分で曲を作って歌う機会とかもあるんですけど、うん、やっぱり1時間かけて飲んで話をするよりも、うん、1曲お互い持ち曲を披露した方が人柄って早く伝わるなっていうのが、うんうんうん、あのすごく思いました、うん、やっぱりあの普段、まあ、東京で沖縄よりも車社会じゃないっていうのもあって、うん、飲み会があったりなんだりはあるんですけど、うん、やっぱり僕としてもその人の歌ってる曲を知ってるっていうだけで、うん、親近感持ちやすいんですよ、うん、こういう歌をこういう風に歌ってると、うん、もちろん歌詞もありますけど、うん、あのそれは歌の実力とかじゃなくて、うん、どういう音を鳴らしてどういうことを歌ってるかっていうのは、うん、会話よりもよっぽど早いコミュニケーション手段だなと思って。そうだ、やっぱり心がちょっと開いてるもんね、その出してる時は、うんうんうん、だから自分はこういう自己紹介をしてるようなもんだよね。そうです、そうです、ハイナ君の DJ の時間は、うんうん、僕はこういうタイプポップが好きでこんなの流すんだよって、そうそうそう、自分を見せてることでこういう風に踊ってとかっていうのが、うん、まあ日本東京においてもタイポップ自体が珍しいっていうのもあるんですけど、うん、それに関心を持ったっていうのを通して、うん、でみんなタイポップの話なんてもともとできるわけないんですよ3曲目クラテイの新曲でしょあれみたいなびっくりしたよみたいなないじゃないですか。あのグラミーつなぎ3連発笑ったねとかないじゃないですか。オタトークじゃないですよ、もうボワッとふわっとタイポップ面白いみたいな。俺でもあのハイナ君のこの前初めて見たじゃない、シャムロックパーティー、そうそう、はいはい、すごい面白かったよ。タイポップ最高なんですよ、上がるねあれね、すごいですよね、うん、なんか本当に明るいんだよね、なんか曲調が、曲調が明るいのとやっぱ節回しが演歌だったりするので、うん、メロディー耳なじみがいい、うん、で一番説明するときにあのこのコーナーで書けないんであれなんですけど、うん、あのマツケンサンバってあるじゃないですか、うん、であれ3グラム出てるんでしたっけ。あ、そうなんだ。マツケンサンバって結構出てる、うん、で豪華絢爛なステージでギラギラの衣装のフロントマンと、うん、同じ衣装のギラギラの衣装を着たバックダンサーたち、うんで演歌っぽい歌を、うん、しかもビートの効いた演歌みたいなのを歌って、うん割と高年齢層の人たちに受ける、うん、これタイポップの僕がかけてるフォーマットと一緒なんですよPV とかもあれどっちかなってぐらい区別つかないぐらいギラギラで一緒なんで、でそれに、90年代ユーロビートみたいな上物が乗ってくるっていうのがあって、うん、まあまあそういった、皆さんが知らない音楽でも、うん、これが俺の音楽だ、俺を通して、それをなんていう編集的に出していくっていうことでバチッとつながれるので、うん、でそれが手っ取り早いっていうのはいいことばっかりじゃなくて、うん、ダメな演奏したら多分会話するよりももっと軽蔑されたりとか、うん、あもうこの人絶対合わないわと、うん、
だから今までこれはちょっと次の話もつながるんですけど、うん、普通皆さん音楽を買ったりとか、うん、ライブを見たりとか、うん、ある種音楽をパッケージされた商品として見る機会が多いんじゃないかなと、うんうん、ただ音楽を通して仲良くなれる、つまりその人も人間であって、うん、暮らしがあってこういうことを考えてっていうところで見ていくと、うん、より音楽の魅力にまた気づくと、あ、そうだね、フィードバックしていく、ね、フィードバックしていくっていう、だからそこにやっぱ気づけたんですけど、うん、まあ一方でパッケージされた音楽っていうのが一番得意なのが東京でもあるわけですよ、うん、つまり憧れの人はインディーズだろうとメジャーだろうと憧れの人であって、うん、物販バンバン売れるし、うん、チェキバシバシ取って、うん、なのでそこの、人がやってる音楽なんですけど、うん、上手にパッケージングされたその東京っていうところのフロア、うん、お客さんがどうミュージシャンに接するかっていうところでも、うん、まあ、沖縄とのかなりの違いを感じたと。あ、なるほど、なるほど。これが2つ目ですね、うん、音楽を通して交流するのは会話よりもやっぱり手っ取り早いと思う反面、うんうん、パッケージされた音楽に関してやっぱ東京強いので、うん、ライブ行くとみんなステージずっと見てるんですよ、うん、見る見られるの関係はっきりしていて、うん、で、つまり何人何千人入ってようと一対一なんですよ、うん、お客さんからすると、うんうんうん、ミュージシャンからするともちろんたくさんいると思うんですけど、で沖縄みたいにヤジが飛んでそれに軽く返したりとか、うん、沖縄どうせ誰かつながってるみたいなとこあるじゃないですか、うん、行っても俺の大学の同級生の弟のなんとかだよとか、うん、そういうとこでつながりがないのでジェシーだとしてボーカルが、うんうんうん、もうジェシーはジェシーなんですよ、うんうん、ここの存在ジェシー、ね、ここの存在なんですよ、うん、富城中の平正幸だろうみたいな、うん、そういうのがないんですよ近さが近さがそう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  あっちのクリーニング屋でバイトしてるよなとかそういうのがないんですよずっと憧れられる、うん、もうそれもすごいことなんですけど、うん、その分、感覚的な問題なんですけど、うん、フロアとステージの断絶がはっきりしていて、うん、なんて言うんですかね、 3D 上映みたいな感覚に陥ることが多々ありますと、うん、で今規模的にも勢い的にもすごく人気がある渋谷の WWW っていうスペースシャワー TV の会社が運営しているところなんですけど、もともと映画館であった場所を改装してライブハウスとして使ってるんですね。つまり映画館なんで観客席フロアが4段になってるんですよ、うん、最初に、100人ぐらい入れるフロアがあって、その後ろが結構でかい段差があって、1段目沖縄市の山里にロックシアターって、あ、そうですそうです、ロックシアターはもうまんまあの客席の段々になってましたけど、うん、一応その段々をすべて、いくつかにまとめて、うん、大きな階段が4つみたいなイメージですね、うんうん、今のイオンライカム あの音楽ステージのちょっとデカめの階段みたいな ああいうイメージですかね。でめちゃめちゃ見やすいんですよ、うん、で音も抜群ですと、うん、ただしやっぱ映画館という関係性も あって、うん、見る見られるがはっきりしてて、うん、今ここで俺が参加しているライブ感が全然ないんですよ、うん、鑑賞してるみたいになるんだ、うん、ほんとコンサートみたいな、うん、そういうのがあるので、なんか東京のそのなんですかね、完結されたパッケージとしてのライブ演奏みたいなものの、完成度の高さとある種の冷たさというか、関係性の希薄さみたいなのが見えたのが、あ、これ沖縄ではなかなか感じられない感覚じゃないかなと思いました。はい、あ、ちょいちょいメッセージももらってるっすね、すいません、はい、出てますよ、はい、ありがとうございます。もうジョン松原さんが拍手って、もうまあハイナ君出てきた瞬間にも拍手しておりますからね。ああ、なんか絵文字みたいの送れるんですね、はい、ツイキャス、へえ、ありがとうございます。あとノッチさんって方がカーテン開けてると外から丸見えっすよ丸見えっすって書いてますけれども、今のこのラジオでお聞きの皆さんちょっとわからないんですけれども、これ今動画上で見たらこの今後ろですね、国道が丸見えみたいな状況になっておりまして、下、はい、の交差点から登ったところに FM 技能はあります。はい、今後ろで手振ったら多分映りますんでね、はい、裸にならないようにお願いしますね。これラジダブよりも遠いこのなんギャラリー席がいやでも中ありますね。ああ、そうか、ここ入っていいんですか。あ、入って大丈夫だよね。あ、入っていいんですか、うん、じゃあラジダブみたいなこうギャラリーの皆さんみたいなのも集めりゃできるんですね。集めりゃできる、提供企業のものとか配ったりとか。あ、いいです、いいですね。やってんじゃね。あ、ちょっとよくわかんないみたいな顔してそこは責任は取れないもんね、ごめんなさいね。はいはい、あれさっきメッセージ来てたんだけどな。あ、下落ちてます。はい、一気ごめんなさいね。メッセージ読みます。あ、ありがとうございます。ちょっとラジオネームないんですけれども、メールで送られてきてました。
人土成さん、ハイナ所長、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しい番組をありがとうございます。今回の放送でハイナ所長の沖縄インディーズラボが最終回ということなので、メールを送らせていただきます。個人的なことですが、番組を聞き始めたきっかけが MC ウクダダ &MC アイノの研究成果を発表する回をたまたま聞いたことでした。初回ですかね、うん、語彙力がやばい自分はライブに行っても楽しかった、やばかった、ウクダダさんの顔がたぬき顔でめっちゃタイプちょっとぶっこんできてますけど、可愛いですからねと5秒で終わってしまうのですが、研究発表では畳みかけるように解説が止まらず、的確に言語化がなされ、面白エピソードもありの、笑えて納得し新発見できる気持ちの良い時間でした。ライブの楽しさというのは現場で体験するものですが、その現場に向かうために興味を引いてくれたこのコーナー、番組には感謝しています。インディーズラボの最終回は少し寂しいですが、数々のアーティストやイベントについての情報発信お疲れ様でしたとのことです。すごいなぁ、ね、なんかツイッターでこう140文字の感想に慣れているので、うん、こんだけこう分量があって、うん、作文として美しいものが送られてきたことが嬉しいですよ ね, ね、愛があるね、とっても嬉しいですね、ありがとうございます。そうですよね、ライブ見てもなんか、うん、楽しかったやばかったとこあるんですけど、うん、どう楽しかったかを分解していくと、うん、僕は再現できるんじゃないかと、研究所なんで、うん、やっぱ科学的にこう再現できて、これはこうこうこうでこうだから面白かったっていうのが緻密になればなるほど、うん、再現できるんじゃないかなっていう気はしていて、うん、まあ、なかなかできないんですけど、うん、なんかイベント自分でやる上でも、あの人のイベント行く上でも、なんかちょっとしたコツっていうのの積み重ねで変わってくるじゃないですか、うん、だからもう本当うまくいったうまくいったっていうのが無自覚だとなんか台無しにしちゃうことがあるんじゃないかなとか、あのここはこうしといた方がいいとか、ここはこうするべきだみたいなのが積み重なっていくと、こう丸いホームランが出るんじゃないかなと、うん、しかもそれをなんか感覚的ではなく、なんかちゃんと本当にさっきも書いてたんですけど、この言葉としてちゃんと的確に表現できるっていうのは、これはハイナ君のあれだよね、すごい才能だよね。鍛えてますからね、すごいよね、Gシェルターであ、Gシェルターのイベントでってこと？イベント終わった後にオーナーの黒沢さんとか、うん、その日スタッフで入った子とかどうすごかったかとか、うん、あそこのコメントはこうすごかったとか、うん、っていうのをずっと話すっていうのがもうずっと続いてるので、うん、8年ぐらい結構続けてはいるんですよ、うん、すごいね、8年か。なのでライブ増えてからやっぱりこれはこうすごいみたいなのをやっぱ続けているので、そこであとアーティストに対してのフィードバックって本当に今少なくなってきているので、アーティストがライブをしてよかった、ありがとう、楽しかったよとかっていうフィードバック、もちろんすごい正直であると思うんですけど、どこがどうすごかったみたいな話を細かくすればするほどモチベーションになるんじゃないかなとは思っていて、まあもうミュージシャンもそうですけどアーティストもそうで、それできるだけ意識的にやりたいなとは思っていますね、うん、もう箱がアーティストを育てていくみたいなところにもつながるしね、お互いにいいよね、だからそれは、ね、そうそうそう、だから一緒になんか場を作るっていうイメージなので、うんうん、あのそうですね、アーティストと肩を組んでこうお客さんの方を向いてずっと面白いことやるみたいなのが多分いい形で、うんうん、お客さんもお客さんでまたこのフロアの熱量もあるんですけど、いかに熱量交換できるかっていうのがあるかなと思っています。はい、ちょっと曲一曲いいですかね。あの先週の土曜日に G シェルターでやった月桃酒場っていう東京のイベント、東京でも5年ぐらいやってるイベントの出演者がほぼ全員 G シェルターに来て、東京でやってることをまんまやるみたいな遠征してきたんだ。遠征してきてアーティストが来たり DJ が来たり、うん、まあ、イベントする人が来たりはあるんですけど、うん、パーティー丸ごと来るっていうのがなかなか面白いね、珍しくて、うん、で県内からもあの DJ はキラキラ富山さん、うん、先ほどこのメールでもいただいた MC ウクダダと MC アイノ、うん、あとはサッカーボーイさんっていう方アーティストも出ましたし、火の打ち所なども出ました。でその中でも今これから聴いていただく曲はその月桃酒場の中でも中心的に活躍しているバンド、名前が怖くてチミドロっていう名前なんですよ、うん、バンド？バンド、バンド。編成はどんな編成？編成はですね、来れた人がやるんですけど、うん、基本的にはボーカル3人、トラック1人、うん、ベース、ドラム、うんうん、あれ1人足んないなっていう感じ で、うん、で今回来置きしたのは4名でボーカル3人中1人だったんですけど、うん、でちょっとあの言い方すごいまずいんですけど、僕が最初に見た時はあの脱臼した血明誌みたいな
歌う内容もなんか社員旅行の歌とか、ケツメイシの音楽と仕事のバランスが真逆になって、でベロベロでやるみたいなイメージで、まあシリアスな曲もあるんですけど、基本的にオホーツクかいって言って、オホーツクつくオホーっていうのを5分続けるとか、宴会芸みたいな、ともすれば宴会芸みたいなものなんですけど、東京のライブシーンで愛されていて、あの本当にワンニャンパークスで犬猫みたいな歌もあるんですけど、いろんなかっこいいトラックメーカーがこうリミックスしたりして、で本人たちもびっくりするみたいなクオリティになってることがすごい多くて、チミドロ、チミドロ、表記はカタカナ、カタカナでチミドロ、検索したら出てくるんですね。でリーダー的な存在のナオさんは、なんと5年ぐらい毎日ブログ書いてます。だから沖縄の感想とかもすごいいいんですけど、あの大抵ライブ前で酔いすぎれるんで、ぎっしりこうライブに向けてこうブログのテンション上がっていくんですけど、いざライブはだったような気がする。ところどころでなんとかくんの笑顔がみたいな、こう現場に行かないと分かんないみたいなのをこう、まあまあまあそんな感じです。はい、それではちょっと長くなりました。聞いてもらいましょう。はい、チミドロでただの錯覚です。いただいておりますのはチミドロのただの錯覚ですね。いやかっこいいですよ。これかっこいいトラックにかっこいいラップ、うんうん、なんで他は結構かわいいというか、うん、あのループずっと同じこと言ってたりとかっていう曲あるんですけど、うん、これがすごくなんていう曲の内容だったり、うん、あのスキルもそうなんですけど、うん、すごく何かを言ってる感がすごいあって、うん、めちゃめちゃあちょっとピリッとするなみたいな、うまいですね。うまいですよね。これいろんな楽曲
やる中でアーティストの中でもこういう曲もやるんだみたいなので見え方がだいぶ変わって、今まで聴いてきた曲もちょっとあの聞こえ方が変わったりするので、あのこういうピリッとした曲があるのもすごいチミドロの魅力の一つだと思います。はい、でちょっとこのゲットー酒場が結構僕の中でもあの今年あの東京でいくつか見て、あ熱量の交換が気迫だなとか、いやパッケージバシッとしててやっぱかっこいいなとか、スタッフキビキビ動くなとかいろいろあったんですけど、ゲットー酒場がその東京ローカルのパーティーなんで、でも僕が見切れなかった東京の面白いコミュニティはあるんだなっていうのが見えて、でライブでまあスタッフとして働いてたんですけど、一つもう本当にストンと膝を打つようなことがあって、なんでこんな楽しいんだろうと思ったんですけど、でちょっと話があの横道それますが、近年アイドルの現場がすごい盛り上がってますと、まあライブバンドよりもアイドルの方が人気がすごい高くなっているように見えて、盛り上がっているように見えて、ギラギラしてる子たちもアイドルの中に多い、しかもステップとして分かりやすいんですよ。地下アイドルから流通版が出て、メジャーデビューして、大きいとこでやってとか、で東京アイドルフェスティバルがあったりとか、バンドのような多様性がこうドシャッとなりすぎて、結局俺たちのバンドの満塁ホームランどこみたいなっていうのが分かりづらい中、アイドルは一つ、東京アイドルフェスティバルとか、テレビとか分かりやすいんで、応援しやすいっていう筋道がはっきりしてるんで応援しやすい。バンドの応援ってよく分かんなくなってるじゃないですか。別にメジャーデビューしたいわけでもないしとかになると、地区大会があって甲子園があるみたいな流れがあんまりないってことだね。だし、まあアイドルの方がバンドよりも、まあ少女性を売りにしている場合だったりとか、10代の若い女の子たちの、まあメンタルだったりとか人生の上でのこのアイドルでいられる期間の短さっていう美しさもあるんですけど、とかいろいろ言われています。ただ僕が一つこのゲットー酒場を通して分かったのは、アイドル現場ってみんなで盛り上がるじゃないですか。フロアでみんなでミックス打ったりとかコールしたりとか、あれって前アーティストを見て楽しんでるだけじゃなくて、ファン同士、お客さん同士の目線の共有があるんですよ。楽しいねみたいな目線、楽しいぜじゃなくてだここが一番キーになってるんじゃないかひょっとしてと思っていて、でゲットー酒場楽しかったのは、アーティストが音楽をやってるんですけど、基本的に来たみんな連中でお酒を飲んで、イエーイって言いながらお客さん同士目を合わせて笑顔を交わし合って楽しんでいるっていう瞬間がずっと続いてたんですね。であこれなんじゃないかと思って、ポイントは東京で感じてたライブの気迫さも、箱の構造的にそ映画館のように見る見られるっていう関係は、つまりアーティストしか見ていない、で知らない友達、友達っていうけど知らない人が横でうわやばいねって声かけるのってクラブだったらちょっとあるんですけど、ライブハウスって多分あんまりないんですよね。そうだね、そうだね、なかなか、でアイドル現場はあるんですよ、だって一緒に声を合わせてミックスしなきゃいけないし、みんなある程度の秩序を持ってダンス、揃いのダンスをやったりとかがあるので、やっぱりその場を共有する人数っていうのがアーティストと自分っていう関係ではなくて、アーティストと私たちになった時すごいスペシャルな場所になって、スペシャルな体験になるんじゃないかっていうのを、まあ、ゲットー酒場自体めちゃめちゃお酒が出て、もうみんなベロベロで、あの後から来た人が最後まで残っていて、主催陣誰もいないみたいな状況に最後の方なってきたんですけど何それ最後あの那覇の若い連中が乗り込んできて、それもすごい印象的で、まあちょっとこれは打足ではあるんですが、2時にパーティー終わるっていう予定で、だいたい30分ぐらいはまあおまけで箱人間としてはやるんですよ。これは G シェルターでやった、 G シェルターとしては朝2時ぐらいで終わりってタイムテーブル上はなってるけど、まあみんな残ってるし30分ぐらいはってやるんですけど、これ5時まで続いて、その日っていうのも後から乗り込んできた若い子が途中でマイクを掴んで、完全にゲット酒場関係ないですよ、お客さんですよ、マイク掴んでいいパーティーなのに箱の都合で終わらせるのはおかしいって言って、で俺もオーナーもあなんか言ってる意味わかんないけど、なんか本当のことを言ってるような気がすると思ってちょっとほっといてみようと思ったら2時間続いて、おかしいね、ジシェルター。なんかいやなんかすごい引っかかってたんですよね。なんか真実な気がするっていう気になってしまって、もうちょっと見ていたい気がする。見ていたいっていうのと、パーティー自体の答えが僕一つその日出て、すごいテンションがこうすっと落ちたというか、テンション上がったというか、あそういうことなのかもしれない。僕がやりたいことは、ミュージシャンにとっても素晴らしいこと、お客さんにとってもスペシャルな夜になるっていうのは、ミュージシャンを見て満足ではなくて、誰か知らない人と笑顔を交わせた音楽の介在によってみたいな。なんかパーティー感だね。だからそうですね、そうですね、
だからそれが音楽っていうツールなので、うん、最初に言った人と仲良くなるのに手っ取り早い、うん、誰かが気持ちとか感情とか思いをオープンにメロディーに乗せてしている環境の方が、うん、あやりやすいんじゃないかと、うん、それはできれば CD とかではなくてその場でやっている方が、他の人たちのこの共有感みたいなのも派生していくんじゃないかとか、うんうん、いろんなことがこの連鎖反応的に起こっていたので、うん、結果よくわからない提案を受け入れてしまうっていうそういうミラクルもあるミラクルもおまけかなミラクルっていうのもう おまけおまけですねいまだにちょっとそれはまだね解き明かせてない真実のような気がするだけであってどう考えてもおかしいんですけど箱代っていうのがあってとかバイト代というのがあってとかそうだ、ね、こう経済原理はもちろん働いているのでそれに関しては一切無視していますしもうちょっと熟成したらなんかなるかもしれないね。そうですね。もうちょっと温めた方がいいかもね。その主張最近だもんね。だってもうまだ3日前ぐらいに取れたケースなので、ね、まだちょっと解剖が進んでいない言葉で解析できてない、はい、本人がこれ酔っ払いすぎて覚えてないといよいよ真相が闇の中に入ってしまうのでどういうつもりで言ったのかもうちょっと面は割れてるんだ、ね、面は割れてもちろんもちろんもちろんだってマイク持って喋ってみんな座らしてるんですもんお前ら座れっつって俺は言いたいことがある今日これから閉めると言ってるけどそれはおかしい俺たちはこんな盛り上がってんだから箱の都合でパーティーはおらしちゃいけないそうだーみたいになって俺もわそんな気がするなみたいなそうだよなみたいな押し切られてる雰囲気に飲まれてるってやつですねとかですだからやっぱり僕がやりたいインディーズにこだわっていたのも、うん、やっぱりメジャーになるとやっぱ商品っぽくなっちゃ う、うんうんうん、で聞いてる方も消費者っぽくなっちゃう、うん、受けてって感じになるってことね、受けてっていう感じなんですよね、うん、だからやっぱ CD 作品やっぱ作品なんでコスパとか言われたくないじゃないですか、うんうん、これで3000円は安いとか言われたくないじゃないですか、うんうん、だからそういう消費者となんていうか生産者というよりも、うん、生産者とそれを派生してコミュニケーションをいい形にしていくっていうような連鎖こそが、まあ、今すごく注目をされていて、うん、結果アイドル現場でも、まあ、中ではもちろんいろいろあると思うんですけど、盛り上がり方のフォーマットとして一人でワーワーやるんじゃなくてみんなと一緒に楽しむっていう形が、うん、ある方が、まあ、メロコアでもねみんなでワーって、うん、サークルモッシュしたりとか、うん、あの辺の楽しみ方みたいなのが、うん、いろいろ享受されているのも、うん、フェスが人気なのも全て、来場したお客さん同士がいかにいい気持ちでコミュニケーションしてるかっていうのを、うん、場所が誘導しているかっていうのが、うん、今ポイントになってるんだなっていうのをすごい強く感じた、うん、ゲットー酒場でしたね、うん、名前はひどいですけどねゲットーで酒場ですから ね仕事してる人は入れないみたいなイメージありましたけど割と皆さん有給取って来てらっしゃったので、うん真面目な方々が真面目にお酒を半年前から、ね、半年前から勇気を取って、うん、正体不明になるまで飲むっていう、うん、はい、はい、今2つ目だよねこれ、はい、うん、で最後まあほとんど同じことなんですけど、うん、まあお客さん同士のコミュニケーションの中でも特にコミュニティ同士が衝突した時の方が、化学反応が起きやすい、うん、でコミュニティっていうのはまあ帰属ではあるのでコミュニティに属していると自覚している人たちにとって、うん、特有の会話だったりとか、うん、特有の文脈があるのがコミュニティだと思うんですね、うん、あの時のノリとか、うん、こいつ本当はこうだよとか、うん、そういうノリがあるんですけどそれってやっぱ閉じているので、うん、中に入らない限り面白くはないんですよ、うん、要は身内ノリって言われるようなパーティーはそうだと思うんですけど、うん、ただコミュニティが2つ同士になると、うん、何かしらこう接点が発生すると、うん、でその接点が今回は音楽の接点ですと。でコミュニティ代表として我々沖縄勢からは今回 MC 福田と MC 愛の日の打ちどころ、うん、サッカーボーイキラキラ富山が出たと、うん、で要は俺の友達面白いっしょみたいな状態でみんな東京メンツを見るんですよ、うん、で東京メンツそれを見て盛り上がっていると、うん、先ほど言ったように音楽を発信して仲良くなりやすい現象が面で起こるので、うんうん、どうみたいな甲子園ともう何度も言ってる甲子園説なんですけど、うん、フェスに自分の地元の人が出ると楽しいっていうのは、うん、同じコミュニティに属しているのでそれが受けてるのが楽しい、うん、つまり、那覇高校の甲子園出てみんなで爆笑みたいな楽しみがあって向こうもそうですと、うん、なので音楽で一人何か代表を立ててやるとすごく仲良くなりやすいんじゃないかなっていう、すごいヒップホップもそういう文化なんじゃないかなってぐらいなんかもう子供の頃でいうビックリマンシールの店みたいな、そうですそうです、俺こんなすごいの持ってんだぜみたいな、で中でもその いつもはちょっと金持ちすぎて鼻につくけど、うん、ちょっと隣の小学校とのビックリマンシール見せ合いはどうよこいつの、おい高橋来い高橋
見せてやれみたいな。で高橋ドーンでみんながおおみたいになってるのを見てコミュニティ全員大喜びっていう。それだね。それそれそれ。なるほどね。ってなると、そうそうそう。なんで1対1じゃなくてコミュニティ同士なんで楽は楽なんですよね。うん、1対1対さなくていいので、うん、で向こうの代表がすごい曲、すごいビックリマンシーン見せても、うん、みんなでまた喜べるので、うん、一つの衝突でいちいちこれ全てにこう派生ブワッブワッと広がっていくっていうのが、うん、まるでなんか生き物同士のぶつかり合いのような形で、あのすごくエキサイティングだったです。うん、これってでも音楽以外でも多分置き換えることができて、例えばおしゃれ好きな2人がいたとしたら、自分のタンスにある服をもう全部持ってきて見せ合ったりとか、すごく盛り上がるだろう。なるほどなるほど。本好きな人たちが自分の所有してる本を持ってきて、お結構かぶってるねとか、そうですねそうですね、何この作品初めて見たとか、すごいいろんな取っかかりになるし、なんか新しいまた遊びが生まれそうだね。そうだ、まあ、世界のウチナーンチュ大会とかってまさにそういう機会なんじゃないかなと思います ね、うん、ウチナーっていう、うん、沖縄っていう共通行動を持って世界中の人たちがコミュニティごと来て、うん、あの交流し合うじゃないですか、うん、そりゃ楽しいよなと思うんですけどね、うん、だからそういう機会で私たちはまあ音楽っていうのを一番こう主軸に置いてやってたので、音楽あるおかげでこう手っ取り早いというか、手っ取り早いというとあれですけど、まあよりハッピーな形であのコミュニケーションが取れるなっていうのが、うん、あの分かりましたと、うん、なので、まあ、今話す中で G シェルターというライブハウスとかクラブとかいろいろやる中で、なんかライブハウスってなかなか言いづらいんですよ今でも、うん、G シェルターはライブハウスですって言わないようにしていて、うん、看板にも書いてないですし、うん、あのライブハウス以外のこともやってるんですけど、うん、まあ、自分たちがやりたいのはバンドを見せるとかかっこよくバンドを見せるじゃなくて、うん、来たお客さん同士がこう自然とこう溶け合ってお互いやばいことになってるみたいな、うん、あの自販機の謎感みたいな、もうみんなリテラシー高くなってくるとお茶のパッケージとかコーヒーのパッケージ見て大体わかるじゃないですか。コンビニアイス見ても大体こういう味だろうなみたいな、ただこれ混ざりましたみたいなって、なんか値段もやたら安いし怖えなって、食べてみたらうーんあのフリードリンクで勝手にあのオレンジとパインとか混ぜる人いるみたいな感じで、カルピス入れたら超うまいみたいな。そうですそうです、うん、だからできるだけこのなんていうんですかね、あの混ぜたいのか、予想ができないことで混ざっていて、うん、かつなんていうんですかね、今まで自分たちが考えてきたこととのリンクが多ければいいなと思って、うん、そこで完全に新しいものっていうよりは、うん、あこういう感じ分かるみたいなのが、うん、あのアートのすごいところだと思うので、年齢とか年代とか国籍とか関係なくこう、うん、あこのベースラインの入り方分かるみたいな、うんそういうなんかこうそうそう、あそこそこ細かいところでもいいですし、もうなんか G シェルターはもうイベントスペースみたいな、そうですね、自分たちでも企画するし何か持ち込んでどんどん持ち込んでこいよみたいな感じですね。で持ち込みに関してもまあこうした方が楽しいかもよとか、これはダサいからやりたくないとか結構あるので、でその辺すり合わせしながらよりいいもの で G シェルターが今あるあさとはもともとスナックソノっていうスナックだったんですけど、スナックの看板が移転で入るときにまだ残っていて、うん、飲んで歌って楽しいひととき、うん、スナックソノって書いてあったんですね、うん、で飲んで歌って楽しいひととき、そのまま使いたいなと思って飲んで歌って楽しいひととき G シェルターってやりたかったんですけど枕言葉そのままそうだって僕らがやりたいのは飲んで歌って楽しいひとときを過ごすことなんですよもうソノがやってたんだよ、ね、そうライブハウスよりも上位だと思って、そっちの方が人もたくさん来れるし、うん、そっちの方がライブハウスっていうよりも、うん、飲んで歌って楽しいととき、そんなのみんなやりたいじゃんみたいなっていうのがあったんですけど、歌うのは限られてる人たちだし、お客さんにそんじょそこらで歌われても困るんで、泣く泣く外して今 In the place to be っていう、ヒップホップですから、あいるべき場所みたいな日本語になってるんですけど、 B の部分を Play とか In the place to drum でもいいし、 In the place to DJ でもいいし、 In the place to draw でもいいし、からそういうことでやってるので、なんか東京行って沖縄の対比を見て、あ東京でここちょっとやだなっていうのをだん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 こう解き明かしていくと、理想のパーティーみたいなのが見えてきて、でそれがちょうど先週の土曜日持ち込みの形で、あなるほどこれだっていうのが見えてきたので、これをまあ研究成果の最新報告であり、最新一番深くまでたどり着けた研究成果なんじゃないかなと思っております。半年間の東京生活の、はい、
総括ですか。総括ですね。まああとは沖縄でもまあ今後こうやっていくんだろうなっていうようなベクトルと、うん、はい、まあ、もうしばらくはちゃんと沖縄にもずっといるんでしょ。はい、そうです、そうです。またどっか急にシンガポール行ってきますみたいなことないんだよね。Gシェルターなくなったら故郷タイに戻るかもしれないですけど故郷じゃないでしょ何かって心のふるさと。いや僕タイ留学してタイ語喋れるんですよある程度9年間全く無駄ですからね俺のタイ語喋れるスキルが1ミリも活用されてないんですよ。生かせてない生かせてない。タイポップの意味が分かるっていうこのどうしたらいいのっていうそれは困るね。ちょっととんでもないですよね。仕事にも生かしてないですし Facebook でも書いてないし宝の持ち腐れだ。そうですよ。タイのスキャンダルサイト見てへーって言ってるぐらいですから何のアウトプットにもつながってないこの。しかもタイポップ聞きまくってるおかげで当時よりタイ語上手くなったって言われますからねヒアリングが、リングスニングが何にも生かされてないこのスキル大丈夫だよ。タイポップ DJ ずっと続けるんだから絶対生かせてる。もっと大きいチャンスあるといいんですけどね、うん、はい、ね、もうそうこのインディーズラボ、はい、まあ、今日最終回ということですけど、だハイナ君はこのインディーズラボでやってきたことを踏まえてまた自分の、そうですね、あのやっぱり人前 で、 人前でラジオではありますけど、うん、もちろん見ていただいている人の前でこういったまとまった話だったりとか、うん、何かしらこうトピックを用意することにちょっとあのせっかくなんで続けたいと思ったので、うん、今後、Gシェルターのちょっと移転問題も今あるんですけど、あ、そうなの、もうその辺も踏まえまたあるんですけど、うん、まあ、その辺もクリアになりしつつ、うん、まあ、別に Gシェルター以外でもやれることはあるんですけど、トークショーでいろんな方を迎えて、うんうん、今度は今一人土成さんのような立場で音楽以外の方を迎えてトークショーであれどうなってんのこうなってんのみたいな話を月1ぐらいでやっていけたらなとは思っていますね。それはもうライブで G シェルターでも見れるし、その場でも見れる、その場でも見れるし、このツイキャスとかユーストとか、うん、そういうので動画配信生配信もできると。やっぱ東京で見てる G シェルター気にしてくれる人が少なからずいるので、うん、そういう人たちにこんな感じですっていうライブ以外の部分を見せるっていうのがいいんじゃないかなと考えてまして、うんうん、というかすっごい時間になっちゃったねエンディングこれ曲飛ばしですよ。エンディングの曲流したかったけど、 いや流しましょう。今日エンディング流す曲は次週に回します。はいはい、じゃあ、ゲット酒場でも披露された沖縄コミュニティのここ2年ぐらい、ここ1年ぐらいのすごい幸せな、うん、アーティスト同士の開口の象徴する曲ですね、はい、7月のバッドアイデアという MC ウクダダと MC アイノーの曲をビートチャックして火の打ち所くんが歌ってるっていう曲がありますので、うん、はい、それを聴いていただきます。7月のバッドアイデア、火の打ち所バージョンです。日焼けするし外出たくないなんて言ってるあの子を俺が誘い出す。夏なんだしはめ外したくない。みんなには秘密のことをしようよ。日焼けしたとことしていないとことを交互になぞって笑い合った。だんだんやらしい気分になってきて、あってないいなってなって、まだまだ理想の君との相性どうでしょう。オリジナル診断スタート。ラッキーアイテムは君の目と口と鼻と髪と声とっていうか君だね。するとベッドふかふかのとこに生まれた写真を撮ろう。どこにも行きたくないなら毎日この部屋で写真を撮ろうよ。誰にも見せない最高の夏さ。楽しまそう楽しませんと、惚れた女ぐらい楽しませんと。どこ行きたい何がしたいかはご飯を食べたらゆっくり決めようね。楽しみだ本当楽しみだ。海花火祭りとかさ、可愛い君とただ歩きたい。花火の動画を撮る君の動画を撮って、俺はちょっと怒られたいんだよ。それが幸せ。ビーチパーティー行かせたくない。大好きな君を独り占めしたい。何を勘違いしてるのかわからんけれども、君はとってもあービューティーチャーミー。食べ過ぎたとかいう君、もうそれが可愛いんじゃないか。もう過度なダイエットなんかしないでいいから、一目見た時から惚れてるんだから、まだまだ可愛くなってしまうわけ。それはそれで見てみたいではあるけど、君が可愛く見えるたびに俺はちょっと不安になったりもするんだよ。はい、7月のバッドアイデア、火の打ち所カバーですね。ライブで2回だけ披露されたのもある曲で、はい、もう天才ですね。素晴らしいですね。素晴らしい。
はい、1年間インディーズラボ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたこの G シェルターのじゃあホームページとかからそのハイナ君のそうですね、この企画とかは、はいはい、バンバンやっていきます、はい、じゃあ一人土なりのこの、ブログであったりとかで G シェルターのホームページもありますので、ね、あ、ぜひお願いします。皆さんそこから飛んでください。またあの、はい、ちょっと来週の話なんですけれども、11月3日はこの一人出演のロックオンミュージック初めてのちょっと収録ということで、ちょっとその日私ワンマンライブありますので、はい、ちょっと収録会ということですので、ね、ぜひそれもお楽しみください。はい、じゃあハイナさん最後に一言どうぞ。それでは皆さん、東京でも沖縄でも音楽が鳴っている場所を信じてよろしくお願いします。またCM かかって終わった。 Thank you.